まるまる妻っていうのは結局契約妻ね、まるまるに入るのは契約、つまり柴崎コウ演じる光は東山紀之扮する久保田正純とは正式に結婚してはいなかった。3年ごとに更新する契約のもと夫婦として一緒に暮らしているということでね。でもね、実は公式サイトのトップページにはね、注意、本作品のタイトルは契約妻ではありませんと明記されてるわけで、はあ、それでは一体〇〇の正体は何なのか、他にひょっとしたら〇〇はこれなんじゃないかっていう候補がまだこれから出てくると、はあ、まあそれにしてもあんな光のようなね、本当に古き良き大和なでしこみたいなそういう妻っていうのはなかなかいないし、でそんな妻を契約っていう形でしか望まない光、そこにはどんな理由があるのか。うん、まあね、6年も一緒に夫婦っていうことでいるんだから、そろそろ本物の妻になってもいいように思うんだけど、そうじゃない。うん、まあ公式サイトでもね、光なんていう名字か、本来だったら久保田光のはずなんだけど、入籍してるわけではないから、きっと戸籍上は他の名字なんだろうと、うん、でそれがズバリ光の正体っていうか契約妻を望む理由につながってる気もするんだけどね。そしてそんな光の過去を唯一知るっていう存在の黒木瞳扮する伊能千春が第1話の最後の最後に登場、うん、ようやく第2話でね、その関係性がちらっとわかりそうなんだけど、公式サイトによると正純は千春に光と契約結婚をしていたことを打ち明ける。光が契約結婚にこだわる理由に思い当たる節があるようだが、何も話そうとしない千春。彼女はその代わり光に帰ってくるように説得するという。なるほどね。うん、で第1話で一番意外だったのは光の内助の功の実態というかね。結局ね、小市万太郎を演じる作家の丸山純一が正純の番組ニュースライフに一転して出演することになったのは、実は光が写真を使って脅迫していたから。うん、まさかね、夫のためにそんなブラックなことまでしていたとは。うん、それもね、尾行したり貼ったりしてしっかりと現場を写真に収めるなんていう探偵の浮気調査みたいなことまでしていた。うん、つまり光っていうのは単なる良妻ではなかったね。ということで新聞のラテ欄にあったね、完璧な姿に隠された夫の知らない5つの顔、今夜1つ明かされるっていうのは、いわゆる黒い顔っていうことだったね。うん、となると残りの4つはどんな顔なのか、全てが明らかになった時にようやく丸丸妻の正体も明かされるっていう寸法なのかね。うん、まあなんだかんだ言いながらもね、ミステリアスな雰囲気、それからただ単におとなしくけなげな妻っていうことじゃなく、自分の感情をね、たまにはエキセントリックに表現したりと、それに裏で結構コソコソしてたりとね、とにかく最初に思い描いていた印象とは意外と違う丸丸妻光ね。とりあえず先が読めないっていうことではますます楽しみなんだけど、ところで気になる初回の視聴率は 14.4。 うん、この前のクールの全話平均視聴率で 16.0% を記録、結果的にドクター X に次ぐ2014年10月クールの連ドラ第2位に輝いた綾瀬はるか主演今日は会社休みますの初回視聴率 14.3% をわずかながらも上回った。うん、果たしてね、今日は会社休みますと同じように〇〇妻も今後右肩上がりの数字を稼いでいくことになるのか、大いに期待できそう。
ちなみに真裏のフジテレビの連ドラ残念な夫の方は 9.4% とまあ一桁に終わってね、まさに残念な結果、うん、ということでとにもかくにも〇〇妻、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。